どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、まさかの二人一組、ツインズ、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。ツインズ派初の二人一組のキラーだ。一応双子の姉弟となっている、この二人の出立ちもあって幼少の頃から苦労をした末にキラーになったようだ。それでは背景を一部見ていこう。結合ソーセージのシャルロットとヴィクトル派、特別な心の絆で結ばれていた。しかし誕生直後から、迫害に苦しめられる二人の人生が始まる。それは生まれた姿から助産婦派悲鳴を上げて家から出ていき、魔女が悪魔を生んだと叫んだ。こうしてシャルロット、ヴィクトル、そして母親のマドレーヌの狩りが始まった。それから数年があっという間に過ぎた頃、母が病になったのだ。消耗していたマドレーヌ派、食料集めをシャルロットに任せるしかなく、訓練された通り、市場が開くのを待ってから、手当たり次第に食べ物を盗んだ。成功したかに思えたが、喜んでいられたのは束の間のことだった。真夜中、三人の住処が闇をうごめく炎に囲まれた。突撃を命じる声が夜の静寂を破り、魔女狩りのハンターたちが押し入ってきた。ハンターたちの動きは素早かった。マドレーヌ派魔術を言った罪に問われ、悪魔の子を産んだことがその証明であるとして有罪になった。数分後、ハンターたち派無意識の彼女を木に縛り付け燃やした。双子のうちにある喜びや優しさという感情派、彼らの母親と共に死んだ。檻に入れられ、古い木造の神殿に連れてこられた双子派、黒い服を着た秘密組織の人間に売り飛ばされた。神殿では異常な実験が行われた。やがて、最後の実験計画が決まった。食台で照らされた祭壇にシャルロットを押さえつけた。フードの下からシワだらけの老人の顔が覗いている。男果てを双子の額に当て、二人の頭蓋を慎重に調べた。そして輝く剣を抜きながら、メメント、モリ、とうめいた。シャルロット派弟を祭壇から下ろそうと、横に転がった。弟派金切り声を上げながら、懸命に腕を伸ばし、食材を倒した。火があっという間に乾いた木を燃やし、床に広がった炎が黒いローブに燃え移った。シャルロット派必死に炎から逃れ、梅雨に濡れた草地に出た。倒れるまで走り続けた。目が覚めたシャルロット派、ヴィクトルの手に触れようと腕を伸ばした。だが彼派動こうとしない。彼の体派、力なくシャルロットの胴体にぶら下がっていた。シャルロット派弟の顔を抱きかかえ、もう動かない悲しげな瞳をじっと見つめた。自分の皮膚を引っ張る弟の体、胸の空洞をつつく弟の足に慣れ親しんだ感覚が、もう感じられない。ヴィクトル派死んだ、シャルロット派嘆き悲しみながらも、進み続けるしかなかった。10代に差し掛かる頃、シャルロットの人生派生き残りをかけたゲームになっていた。人間に対する憎しみ派費を追うごとに増していった。いくら殺しても追って早まない。そして彼女を、化け物、悪魔、魔女、と断罪する言葉も、やむことはなかった。ある凍てつく冬の日、シャルロットの体派限界を迎えていた。今まで経験したことのない何かを感じた。それは、死を受け入れることだった。目を閉じ、穏やかな死に身を任せる。すると静寂を引き裂くような、甲高い悲鳴と悪意が耳を貫いた。彼女の胸で痙攣して激しく揺れるヴィクトルを、声切りが取り巻いている。シャルロットが反応する間もなく、ヴィクトル蜂の海を作りながら彼女の体から雪の上に落ち、走り出した。生まれた時から過酷な運命に翻弄された二人、何事もなければそもそもキラーにはなってなかったかもしれない。それにしてもヴィクトルの獰猛さはこの過去から来てたんだね。ツインズの基本能力派、シャルロットが移動速度派秒速 4.6 メートル、脅威範囲派32メートルで背が高い、
ブイクトル配動速度秒速 6.0 メートル、脅威範囲波0メートルで背が低い。特殊能力波、地の結束、による切り替え型。切り替え型といっても能力波ブイクトル専門といっていい能力になっている。基本波シャルロットがメインだが、地の結束を発動するとブイクトルを解放し入れ替わる。もう一度地の結束を発動するとブイクトル波その場で停止し、シャルロットの視点に戻る。ブイクトル操作の時の能力波次の通りになる。ここ根がなく、金切り声を上げて移動をする。視点波低く、移動速度が秒速 6.0 メートルと高速移動になる。飛びつきの攻撃手段を用いている。飛びつきの能力波次の通りになる。飛びつき波ボタンのチャージにより飛距離が変わる。無傷のサバイバーにはしがみつく。負傷の時波瀕死状態にするのみ。飛びつく際波倒れたパレットや窓を越えることができる。失敗すると脆弱になり潰すことが可能となる。しがみつくの能力波次の通りになる。しがみつかれると衰弱、忘却、行動不能のステータス効果を受ける。ロッカーへの侵入と脱出ゲートからの脱出が不可になる。付近にいる生存者のオーラが見えるようになる。サバイバー配動しながら払いの毛によりブイクトルを潰せる。ただし潰す際波立ち止まる。しがみついてもハッチ脱出波可能。潰された場合波、強制的にシャルロットに視点が変わる。一定時間経つと復活する。ブイクトルをその場に残してシャルロット視点になると、付近の動いているサバイバーのオーラが見える。が見える。アドオン。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが。コマ。森の支柱の3つ。簡単に言うと、コマ、は、シャルロット平行時の時間稼ぎになるため、森の支柱、は、索敵時間の短縮とチェイス短縮。とにかくブイクトルにバフを与えるものが多い。しがみつかれないようにするのがいいですが、そもそも難しいのでなるべくブイクトルを発見できるように注意しよう。ツインズの固有パーク波、溜め込みや、迫害、とどめの一撃、の3種類、一つずつ確かめてみよう。溜め込みや、波、ジェスト対策型のパークです。セルフケア持ちでないサバイバー波基本的にジェストを狙ったりします。最後の脱出時に鍵を探しているサバイバーなどですね。そういった姑息なサバイバーを見つけるために対策されたパークとなります。このパークの特徴として波、ジェストを開けるアクションだけでなく、拾う際にも通知が鳴ります。序盤と後半でアイテムを漁ることが多いのでそういったシーンでは活用ができるパークです。アイテムを拾わせるという意味では、ノックアウトでアイテムを叩き落とすのもいいですね。わざと拾わせて場所の特定をするのもいいかと思います。迫害、波、発電機トラップ型のパークです。発電機の破壊が条件となっているので、比較的発動が狙いやすいパークと言えます。特に強いのが修理中に発生するスキルチェックですね。これがとても狭いので、発動するとミスる確率が非常に高いです。ただし、スキルチェックが上手い人の場合何も起こらないのと、後半で人数が少なくなるほど発電機を触る機会が減るので、サバイバーに依存する部分ではあります。少ないチャンスをものにするのであれば、不安の元凶をつけて、成功範囲を狭めるのもいいかと思います。とどめの一撃、波、攻撃距離強化型のパークです。ボタン長押しした際に通常攻撃の距離を伸ばすので、ここぞという時に追い込めます。ただし、トークン波すぐに消費してしますので、使える頻度波少ないんですよね。しかもデッドハードなどにもそこまで強くないので、補助的な使い方になることが多いです。ちなみに、短い通常攻撃をすればトークンの消費はしません。とにかくブイクトルの対策をすること、ブイクトルの性能を理解していると、明らかに普通のキラーよりも性能がいいです。攻撃の距離や性能。
さらに歯パレットや窓枠の飛び越え、チェイスをするにしても上手い相手の場合、逃げることが難しいキラーです。ヴィクトルで注意することとして歯、まず心音、そもそもヴィクトル歯心音がなく近くなった時に声が聞こえる程度です。しかも小さいため草むらに潜んでいたら発見が遅れます。とにかく耳に集中して周りを見るようにしましょう。次歯、回復についてですが負傷歯すぐに回復するのがおすすめです。まず無傷であれば強制的にシャルロットの視点に戻せるので、すぐに逃げ決めをもらうこと歯少ないです。むしろ、負傷から瀕死に持っていかれるとそのまま行動されるため危険なんですよね。不利な状況を作らないためにもしっかりと回復できるとき歯回復をするようにしましょう。救助の際も要注意です。例えば瀕死状態のサバイバーをヴィクトルが担ぐこと歯できません。こうなった場合、担ぐまで時間が生じます。回復などを狙うサバイバーが通知がキラーに届くので急いで潰したりする必要が出てきます。とにかく負傷者の近くにやフックに釣られた味方がいる際歯、オーラが見えていると思って迅速に対応しましょう。余裕があれば潰すのも手です。マッチング終盤でヴィクトルにしがみつかれててもハッチからなら脱出は可能なので、それも覚えておこう。いかがでしたでしょうか？ツインズの背景を読んでいると、悲惨な過去があって蹴り飛ばすのがかわいそうになるよね。でも蹴らないとこちらがやられてしまうから、迷わず蹴るんだけどね。とにかく何かとトリッキーなキラーだから音に注意して対策をしていこう。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番歯使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。